さんこんにちは、石木まうです。今日からこの自分革命の本を皆さんと一緒に勉強していこうと思います。ぜひ皆さんもこの本を手に取って勉強してくださいね。今日は第1回目ですので、まずはじめにからいきましょう。はじめにの中にとても重要なことが書いてあります。それは、あなたが勉強するときはあなたは大人脳を使っているっていうことです。これはとても重要なことなんですね。ですから、普通に論理的なことを学んでいるときはそれでいいんですけれども、でも心の中のことを言っているときには、実はこの大人脳が聞いたことを心の中の子供脳に伝えなければいけないということなんですね。特に心理の内容に関しては子供脳についてのことを言うことがほとんどですから、ですから大人脳で聞いているあなたは、私はそんなことないわって思うかもしれません。でもそれは大人脳はそう思わないという意味で、あなたの中の子供脳は別のことを考えているので、本当はあなたが知らないことを考えているわけです。このことをしっかり覚えておいてください。もう一度言いますね。あなたは学ぶときには大人脳で聞いている。そして心理のお勉強ではだいたい子供脳のことを話している。だからあなたにはピンとこないということがたくさんある。でももしかしたらあなたは心の中で本当は心理学で言われた通りに思っているかもしれないということです。ですから聞いたことを、私は大丈夫と否定していてはいつまでたっても理解できません。これよく覚えておいてくださいね。あなたがどれだけ早くちゃんとそれを身につけることができるかというのは、あなたが私はそうじゃないわと思うのではなく、もしかして私もそう思ってるかもと思う頻度が高ければ高いほど、あなたは早く身につけることができるということになります。私も実際そうやってきました。ですから人に、先生ですね、先生にあなたはね本当はこうなのよって言われた時に、そうじゃないと思っていても、へえそうなんだっていうふうに思う。心理の勉強をするときはこれがとても重要なんですね。これで早く自分の不都合な心の中をお掃除することができます。あなたもぜひこのやり方でやってみてくださいね。もちろんこれをずっとやれというのではありません。自分の心を掃除するために学んでいるときはこの方が便利だということです。ではまた次回。